第2試合、日テレジータ祭争奪ジュニアタッグリーグ戦、 B ブロック公式戦、原田雷介、熊野仁志組対朝日しおり、広東内組。ごきげんよう。2週間前、ここ後楽園ホールで開幕し、いよいよ今日その頂点が決まります。ノアジュニアの頂点を目指す戦い、ジュニアの祭典、第7回を迎えました日テレジータ祭争奪ジュニアタッグリーグ戦。第2試合は B ブロックの公式戦です。まず入場は去年この大会に初出場し技能賞、朝日しおりに広東内組です。ノアマットで自らの名前を残す、たとえ優勝決定戦進出の時が勝たれても今日の一戦をこの先につなげる、そう話した広東内、そして朝日しおり、海援隊道場の2人です。1勝2敗勝ち点は2、最終戦勝利で飾れるでしょうか。共にある意味ノア1年目、入団1年目の原田とプロレスラーとして今年がデビューの熊野仁志、すでにこの日テレジータ祭優勝の目はなくなりました。しかしここまで0勝3敗、今日この最終戦での1勝が自らノアマットでの存在感を示す戦い、そう話した熊野仁志、原田大輔の2人です。すでに両チーム決勝進出の可能性は残っていません。ただ団体として名前を残したい海援隊道場と、新たに加わったノアでその存在を示したい熊野、原田の2人、 B ブロックの公式戦でこの4人の思惑がぶつかり合います。さてこの公式戦から放送席には元週刊プロレス編集長佐久間和彦さんにお越しいただきました。佐久間さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この試合両チームともにすでに決勝進出はありませんけれども、あーっと仕掛けた、仕掛けたのは熊野原田、ただお互い存在感を示したい一戦ですね。はい、そうですね、特に原田と熊野の2人はね、ノアの純潔コンビとして出てるわけですから、これ全敗でね、このリーグ戦を終わるわけにはいかないですよね。そうですね、まあ、ノアの2人だけで出ているチームというのは多くない中で、はい、白星を手にできるかという、そうですね、そういう意気込みを感じさせるスタートになってますよね。そうですね、まさにその2人が仕掛けて試合が始まりました。鮮やかなオレンジ色のタイツの熊野と、そして今ニュートラルコーナーに登っていくのが原田大輔。さあ原田が狙っている、熊野がまずは先頭、そしてエルボードロップ落としていきました。連携よく仕掛けていきました。広東内を捕まえていますノアの原田、熊野です。両チームすでに3試合ずつ消化をしまして、海援隊道場組が1勝2敗、一方のノア組が3敗と、まあ、両チームすでに優勝決定戦進出の目はありません。いやただやはりそういったことが関係ないんだという両者の、はい、気持ちが伝わってきますね。そうですね、まあ、もう本当に、ね、このリーグ戦はもう全部が公式戦、大事な試合ですから、お一人云々なしでね、これお互いに本当に向かっていってますよね。そうですね、ノアの熊野が話していました、やはり公式戦一つ勝つことがベルトにつながると思うと、やはり普段の試合とは意識が違いますと、そんな話をしていました熊野。その熊野の足を広東内が捕まえていきます。この広東内はキャリア7年目、29歳のレスラーです。さあ足を捉え取って後ろからキックを打ってきました。今も複雑にこうね足を絡んでいきましたけど、この広東内とね、朝日しおりお互いにトリッキーなちょっと変わった動きをする選手ですから、はい、熊野にとってはね今までやったことないタイプだと思うので、なかなか苦しい戦いを強いられるかもしれませんね。そうですね、昨日はライガー、タイガーと対戦して大流血がありましたこの熊野ですけれども、こういった戦いが一つ一つ、うん、まさに血となり肉となる、はい、そうですね、やはりこれまでの試合もあったんですけど、こういう冠をかけた戦いというのを経験したことがなかったですからね、はい、やっぱその一つ一つの戦い、星取り相手はもう当然勝利を狙ってきますからね、単純に若手と戦っているという意識ではないと思うんですよね、そのあたりで今までの戦いとはまた違う経験になっているでしょうね。なるほど、相手もデビュー半年だからという目では見ないわけですね。そうですね、公式戦の相手、同じリーグ戦に出ている相手ですからね、そういったところもあってでしょう。海援隊道場の2人が厳しいこの攻めを見せまして、熊野追い込んでいきます。熊野は今年の2月9日デビュー、まだ5ヶ月と3週間というのが熊野仁志プロレスラーとしての全てです。持ち技も多くありません。
ただそういった中原田大輔がパートナーに名前を挙げました。ですから熊野本人の今大会の一つのモチベーションは原田さんに恩返しをしたいということだそうです。そうですね、まあ、キャリアを考えたら今回このリーグ戦に出れなくてもおかしくなかった。そうですね、はい、それをやっぱね原田がこう同じノアのコンビで、まあ、ノアの中では同期の形ですからね、同じ、今年ノアマットで戦い始めた2人ですからね。そうですね、そういう意味で、まあ、やっぱ原田に応えたいという思いは大きいでしょうね。ただその熊野が捕まっています。まあ、原田が声をかけたからこそ今日の最終戦、例えば今のような試合マットサイドで本来見ている立場かもしれない自分が出ているという熊野、はい、ただ朝日が非常にえげつない攻撃で熊野追い込んでいきます。厳しいですね。そうですね、踏みつけカバーに来ました。この朝日しおりはキャリア11年、35歳、2002年デビューです。海援隊道場旗揚げの年にデビューしました。最初の海援隊純潔の新人だったのがこの朝日しおり。あ、ここもカバーに行く、連続カバー、これ大変苦しいそうですね。厳しいですよね、まあ、この本当に2人は朝日と島内の方はねタックのベルトをね取ってますし、そうですね、やっぱ連携の部分でも非常に完成度が高いですよね。その2人が揃ってリング上、あっと熊野がかいくぐってキックで返せない、余裕があります。ゆとりを持って見送りました朝日、そして広島内、青い方が朝日より赤い方が広島内です。さあ対角線に飛ばしていく広島内を避けて熊野が行く、エルボー飛んでいった、そしてドロキック、今できる数少ない技を全力でぶつけていきます。そして原田が入ってきた、原田が赤コーナーから飛んでいく、さあ朝日を捉えます。まあ、この2人は海援隊で大阪プロレスで、まあ、この3人はといった方がいいでしょう、うん、何度も対戦してるところですね。やっぱ原田としてはね、ここのは自分のホームリングですからね、意地を見せたいところですよ ね、 ですね。さあ距離を取って原田、2人まとめてキックを打っていきました。原田大輔、5月にのは入団間もなく3ヶ月、キャリアは7年目、大阪プロレスで十分に下地を作って今年からのはに所属を変えています。さあその原田が熊野よく頑張ったとばかりにここで朝日を捕まえていく、フットスタンプに行きました。広島内も捕まえて足を持って投げていく、変形のフィッシャーマンのような形で投げていきました。これは原田冷静によく見てましたね。そうですね、そして朝日も捉える、ノーザンライトスープレックス、レスリング出身の下地があります。得意は片山ジャーマン、カウント2つ。しかしこの原田のブリッジは綺麗ですね。そうですね、あのしなやかで本当に身長はないんですけどブリッジの、ね、高さでこうスープレックスの高さを出してますよね。なるほど、角度をつけるわけですね、はい、168センチの原田、さあ朝日が捉えた、あとロープを使ってのこの攻撃、こういう攻撃ですよね、ちょっとトリッキーなのでね、なかなか受けの体勢ができない状態でなってしまいますよね。見た目で描写しようとしても何と言ったらいいかわからないような、はい、見たことないような動きですね。朝日が見せていきます。さあそして広島内です。この広島内と原田大輔、あの大阪プロレスがやっているプロレス養成学校で共に、はい、あの下地を積んでいたと。そうですね、まあ、やはりねこういう舞台でまさかね戦うことになるとは予想もしなかったかもしれないですけどね、はい、本当にその当時のこともお互い覚えてるでしょうし意地はありますよね。そうですね、いろんな因縁が交わり合う、すでに決勝優勝決定戦進出はない4人なんですが、そういったプロレス人生のぶつかり合う第2試合になっています。やはり分断して熊野を狙ってきますね。そうですね、熊野に大歓声の後楽園ホール、ノアファンの歓声が上がりましたが、そこを捕まえに行く朝日しおり、さあ捉えた連携を見せるか、ニュートラルコーナーから両膝、これは苦しい、さらに朝日が持ち上げて顔面へ、ちょっと連続攻撃ですね。そうですね、そしてあっとキックが入った、完全に捉えた、カウントどうか、原田がここはなんとかカットしました。ノア純潔コンビ、ここで1勝してノアジュニアへの動きにつなげたいと話した熊野ですが、大熊野コールの中広島内が捉える、滝落としを返した、丸め込んでいった、丸め込んで、カウントは2つ、相手のフィニッシュホールドに行かせません、スクールボーイに行く、ここもカウントは2つです。さあ飛びついて肩をつけに行きたいところ、しかし顔面キックは原田、そしてどうだ、朝日がカットに入りました。いやー惜しかったですね今のは、熊野公式戦初勝利の瞬間はまだ訪れませんが、原田が本当気合い入れましたよ熊野に。そうですね、さあ決めるか、フィッシャーマンスープレックスに行けない、朝日が来た、朝日が来ました。さあ
決めるか日野東大、ラリアットこらえてフルネルソンから丸め込んでいった、抑えた、あーっとカウント2、カウント2、無情にもレフリーのカウントは2つ、熊野どんどん行ってほしいですね。そうですね、大熊野コール、決めに行けるか、当たった、カウンターで顔面に張り手、そして強烈なキックが入った、返した返した、熊野返しました。まだこれピンチですよ、腕しぎ逆十字、これを返せるか熊野、デビュー5ヶ月と3週間、裏になった、裏十字になった、これは厳しい、これは厳しい、体伸びちゃいけないですね、これ体も伸びた、腕も伸びた、そしてレフェリーが試合を止めました。最後は日野東大、一時は追い込みましたが熊野仁志腕を取られました。朝日より日野東大組、この公式戦2勝目、最終戦で挙げています。ただ目立ったのは熊野の頑張りです。あ、左で抑えて苦しんでいる熊野、いやしかし技を出したところ、こらえたところ、存在感、熊野が見せましたね。そうですね、これやっぱり、ね、リーグ戦を通して成長したっていう姿が見られましたよね。方の海援隊道場の2人、前回技能賞の後この大会まで1年間ノアには呼ばれなかったので、はい、もうすぐにでも声をかけられる試合を見せたいと言っていましたが、勝利で語りましたね、はい、まあ、やっぱりこう最後の試合を、ね、紹介試合に終わらせずに、しっかりと盛り上げた上で勝利したという ね、 ね、これはやっぱ彼らにとっても大きな一勝になるでしょうね、2年続けてこの大会にエントリーし、ノアファンも随分と顔と名前、ファイトスタイルを覚えたでしょう。まあ、その海援隊道場をアピールしていく日野東大です。8分26秒、最後は熊野を沈めて海援隊道場の2人が勝利。ただホームのノアマット、一番の歓声はこのデビュー5ヶ月と3週間の男に送られます。熊野仁志のこの奮闘、次につながることは間違いありません。原田熊野、入団1年目の原田とデビュー1年目の熊野、フレッシュな2人、0勝4敗ではありましたが、確かな存在感をこの日テレ杯で見せました。